自由民主党幹事長。自由民主党幹事長は、日本の自由民主党の幹事長。自由民主党総裁を補佐し、党務を執行する役職である。総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長と共に、党四役として、同党総裁を補佐する。党則上総裁に次ぐとされる。 同等副総裁は常設の役職ではないので、幹事長が事実上の党ナンバーにとされる。党最高責任者である総裁が内閣総理大臣である場合は、総裁の代行として、党務全般を幹事長が握る。ただし、自民党の参議院議員団に関する党務については、同等参議院幹事長が担当する。任期は1年で、再任の制限なし。 任期途中で辞職した場合、新任者の任期は、前任者の残任期間までである。総裁が新たに選任された場合は、在任期間にかかわらず、幹事長の任期は終了する。幹事長は、人事局、経理局、情報調査局、国際局などの党の組織を掌握している。また、幹事長は、党の総合調整機関である、役員会に参加する。なお、 幹事長を補佐する役職として、幹事長代理及び副幹事長が置かれる。野党時代の2011年より新たに幹事長代行を新設した。通常、総裁に代わり党務を掌握しているため絶大な権限を持ち、俗に閣僚ポスト2つ分と言われる。党の実務責任者として重要な任務が多いことから、幹事長経験者は、 総裁候補と目されることが多く、過去に自民党総裁に就任した24名の、うち半数の12名までが幹事長経験者であった。また谷垣定一は、幹事長経験がなく、総裁に就任したが、一度総裁を辞した後に、幹事長に就任している、現在までで唯一の例。幹事長の最大の仕事は、選挙活動を指揮し、勝利することである。 幹事長は立候補者に対する公認権を持ち、さらに東財政も管理しているため、公認と資金両面から党内において絶大な発言力をあく。特に衆議院議員総選挙で小選挙区制が導入されたことにより、従来から大きかった幹事長の影響力がさらに増加したとされる。小選挙区制では、政党から公認を受けない候補が立候補して、 当選することが従来の抽選曲制に比べて格段に難しくなったとされるからである。また自民党が与党の際は内閣総理大臣が事実上決定権を持つとされる衆議院解散権が衆院選候補の公認権限を持つ自民党幹事長によって抑制されるケースがあった。2007年平成19年9月24日に総裁に就任した 福田康夫は選挙対策を重視し、総裁直属の選挙対策委員会を設置した。その委員長を、党三役と同格の党四役とし、総裁が指名するとしたことから、幹事長が独占してきた選挙式を選挙対策委員長が担うこととなった。しかし、2009年、平成21年8月30日の衆院選で、下野後の同年9月28日に新たに、 総裁となった谷垣定一は翌29日に早速組織再編に着手し、選挙対策委員会は選挙対策局に変更格下下げした。これにより、再び幹事長が選挙式を担うこととなった。2012年平成24年12月25日に実施された自民党役員人事において、総裁の安倍晋三は福田同様選挙対策を重視し、 総裁直属の選挙対策委員会を再設置した。その委員長を党三役と同格の党四役とし、総裁が指名するとした。同時に委員長に選挙対策局長の河村武夫を指名した。幹事長は選挙以外にも衆参両院の議員運営委員会、党内の国会対策委員会などを通じて国会運営、法案審議の指揮を行う。 国会運営は法案審議のみならず選挙日程にも関係するため選挙の指揮に次ぐ重要な役割である。幹事長は他党との各種交渉の指揮も行うため連立政権を組んでいる場合には連立を組んでいる政党との窓口も幹事長が担当した。幹事長は他党との政策協議、国会運営の指図等を通じて 間接的に政策の企画立案にも関与することとなる。幹事長は党務全般を管理している。そのため自民党の財政、人事についても大きな権限を握っている。党則上は副幹事長、幹事長代行、代理も含む、幹事長の下に置かれる各局の局長、次長、国会対策委員長の決定権を持つ。党内の役職だけでなく、 閣僚や国会の委員長ポスト、場合によっては高級官僚の人事にも影響力を及ぼすことがある。自民党が初めて下野した細川内閣の時期以降、自民党が銀行から融資を受ける際には、幹事長が連帯保証人となっている。また、自民党のナンバー2として、同党のスポークスマンの役割も担い、定例記者会見を行う。さらに、テレビ等で、 格闘幹部を集めて、討論を行う際には、党の政策責任者である、政調会長に代わって、党を代表して、幹事長が出演することもある。総幹分離とは、幹事長は総裁の出身派閥から出さないという、慣例の通称である。1979年、昭和54年以降、24年間にわたり踏襲され、その後も概ね維持されている。 閣僚任免権を持つ総理総裁と党役員任免権及び公認権を持つ幹事長が同一派閥から出ることによって特定派閥に権力が集中するのを抑制するという趣旨である。自民党決闘以来、幹事長には総裁派閥の出身者など総裁に近い人物が就任するのが通例であったが、1974年、昭和49年、 シーナ・エツサブローがシーナ裁定によって総裁に三木武夫を選出する際、選出の条件として総幹分離が打ち出された。これにより、三木は任期中、他派閥から幹事長を指名した。また、次の総裁、福田武夫は当初、大福連合に政権の基盤を置いていたこともあって、幹分離を踏襲し、大平正義を幹事長に起用した。 1978年、昭和53年12月、福田に総裁選で勝利した大平は、最低ではなく、公選で総裁に選出された場合には、総幹分離は適用されないとして、総裁着任当初、自派の実力者である、鈴木善光の幹事長企業を模索した。しかし、この人事案は、他派の反発を買ったため、自派ながら、比較的派閥色の薄い斉藤国基を、 幹事長に寄与した。このように、相関分離は、この時点では、必ずしも明確な慣行とはされていなかったと、解される。その後、大平は、衆議院総選挙で大敗した責任を追求され、妥協策として、反主流派である中曽根派の桜内義雄を、幹事長とした。以後、40日構想直後からハプニング解散に至る、激しい党内構想の中で、 桜内が党内優和に奔走した実績が変われ、桜内は続く鈴木政権でも続投することになる。かかる経緯により、総監分離の慣例は定着した。また、幹事長を総裁派閥以外から起用した場合、代わりに幹事長代理を総裁派閥から選任することが慣例化した。1981年、昭和56年11月。 総裁に就任した鈴木の下で桜内に代わって二階堂を進む田中派が幹事長に就任する。この時以降最大派閥を率いていた田中角栄は自らの総裁返り咲きのために自派から総裁候補を出さず代わりに幹事長ポストに自派議員を送り込み続けた。田中派から竹下派に代替わりしてからも同様であり。 自派から総裁を出していないときは、その代わりに、幹事長ポストを得、総裁の党運営を牽制した。このことも、総幹分離を定着させた一因である。1994年、平成6年に導入された、衆議院の小選挙区制度は、派閥の影響力をそぎ、党本部への権力集中を促進した。さらに、派閥中心の党運営に否定的で官邸主導の、 政権運営を行った小泉純一郎総裁就任によって、派閥の影響力はさらに低下した。小泉は総裁に就任すると、幹事長に山崎派の領収山崎拓を起用した。これは、形式的には、総監分離にのっとっているが、山崎は小泉の名優であり、最大派閥の橋本派、旧田中派を排除して、主流派が総裁。 幹事長を独占する形になった。小泉はさらに総裁再選に伴い、総裁派閥の安倍晋三を幹事長に起用し、二十四年間続いた総幹分離が形式の上からも途切れた。安倍の後任には再び山崎派の武部勤を起用した。もっとも武部が自らを偉大なるイエスマンと称したことからもわかる通り、この人事は総幹分離によって、 党内優和を図ったというよりも、むしろ総裁の意向の通りやすい人物を選んだものであって、小泉はここでも派閥にとらわれない人物本位の人事を貫いた。以降の総裁も、総監分離の慣例の趣旨を踏まえつつ、柔軟な人事を行っている。いずれにしても、中選挙区時代におけるような、熾烈な派閥構想を調整し、権力のバランスを取るという意味での総監分離の慣例は、 その役割を終えた。形式上な派閥解消、または派閥離脱は実質的な所属派閥を記載。太字は後に総裁に就任した人物。谷垣定一は幹事長就任前に総裁を経験している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。